私は日本の東京から来ました望月敦史と申します。天津は中国北方最大の港町であり、天津と日本の神戸は新中国の初の国際友好都市であり、開放度と包容力は天津都市開発の DNA になっております。天津の商業はここ数年さらに急速に発展し、商圏が広がり、大型の商業センターが林立し、今の天津がますます国際化していて大変目を見張るものがあります。今の天津は街を歩いていても私を含めて世界各地から訪れる外国人が本当に増えています。それがこの都市に住んでいる天津人をもっと自信に満ち活発にさせ、中国のデジタル化の進展は本当にため息をつくほどで、この点は天津では特に際立っていて、デジタル経済はほとんど衣食住の各方面をカバーしています。例えば私の生活においても、より携帯アプリを使ってネットでタクシーを予約したり、シェア自転車を利用します。また連阪伊勢丹に食べ物を食べに来たお客様は、事前に携帯アプリでレストランを探したり、さらにそのお客様の評価、投稿をしっかり見た上でオンラインで予約し、注文し、支払いをしています。東西の文化、経済貿易が天津に融合し、ウーダーダオ、イタリア風情区、フィレンツェ、シャオチン、そしてこの連阪伊勢丹、これらの多くの国際色の高い商品要素を集めた商業集合体は、天津人がファッション、潮流を追求する消費理念に十分に応えていくことになります。天津は30年間大きく変わり、ファッション、潮流の天津は時代をリードし、開放的で包容的な天津はより住みやすく働きやすいです。天津の現代的で国際的なスタイルはますます色濃くなっています。中国こんにちは、天津こんにちは、ニーハオジョンゴ、ニーハオ天津。